俺のコスモよ、奇跡を起こせ。さあ、どの戦いを紡ぐのか。またあなたは負けることはない。私は信じています。海王、アイアコスを倒した一騎だったが、次の瞬間パンドラの力によって謎の光に包まれ、ジュデッカへとテレポートさせられた。そこで一騎が目にしたのは、冥王ハーデスと化したシュンの姿だった。この火のように熱いコスモ、とても懐かしい気がしたのは、この肉体に刻まれた記憶によるものか。シュン気安く呼ぶでない。一騎よ、お前の弟の肉体はハーデス様が現世に降臨なされる器に選ばれたのだ。そんな馬鹿げたことを誰が認めるか。シュン、俺だ、一騎だ、目を覚ませ。己、この後に及んでまだそのような戯言を言うか。引っ込んでいろ。俺は聖夜たちと違ってフェミニストじゃない。相手が女だろうと遠慮なくぶちかます。よく聞け、フェニックスよ。お前たちセイントがいかに必死になろうと、もはや無駄なことなのだ。地上は間もなく闇となる。なんだと。グレイテストエクリプス、世の大いなる力によって太陽系に属する星々すべてを一直線に並ぶように企てた。二度と日の光を見ることのない永遠の日食が訪れる。すべての命が死に絶える暗黒と凍土の世界に変わるのだ。分かったらこれ以上無益な血を流すでない。せめて安らかに死を待つがよい。それが事実ならじっとしていられるか。神の意志であろうと止めるしかあるまい。ハーデス、お前の命を絶ってな。この大バカ者が神に手を挙げるつもりか。パンドラ、好きにさせてやれ。この男は初めから死ぬつもりなのだ。さすがは世の肉体に選ばれたアンドロメダの兄よ。むしろ世直々に死を与えて使わすもよかろう。何、肉体が世の意志に逆らって動こうとしない。やはり死ぬ覚悟でハーデスを受け入れたのか。バカな、自分を犠牲にするとは。これではっきりしただろう。シュンは断じてハーデスの肉体として生まれたのではない。その星座の名のごとく、自らを犠牲にしてでも地上を守るアンドロメダのセイントだということか。兄さん、今だよ。思ったよりも甘い男よな、フェニックス。弟を殺すことはできんか。もはやこの肉体は完全に世のものとなった。パンドラ、その男の体を丁重に始末いたせ。はい、では失礼いたします。誰だ、そこにいるのは。ハーデス、お命頂戴する。待ちなさい、シャカ。あれはシュンではありませんか。手出しはなりません。シャカ、それにアテナ。ハーデス、どうかお願いします。グレイテストエクリプスを止めてください。たとえ我が身に変えても。どうか。神話の時代から争ってきたあなたに頭を下げられるとは。よかろう。シャカ、そこの槍でアテナを刺し殺せ。どうした。アテナの望みなのだぞ。喜んでさせ。
喜んで刺しましょう。ハーデス、あなたにならば。なりません、シャカ。シャカは行儀の良い男と聞いていたが、神に槍先を向けるとは言語道断。先にお前から始末してくれる。ハーデス、あなたの目的は私のはずです。グレイテストエクリプスを止めるまで、生きとし生ける全ての命は私が守ります。なんだこれは。熱い。このコスモは感じる。私のコスモを受けて、旬のコスモがよみがえろうとしている。目覚めなさい、旬。あなたの肉体に救いハーデスを追い出すのです。バカな。旬の肉体がこのハーデスの魂を拒むとは。あとわずかで地上が暗黒と化すというのに。このまま引き下がるわけにはいかん。この上は世と同じように。待てな。あなたの肉体にも崩壊してもらうまでだ。ハーデス。コキュートスの氷地獄から脱出して駆けつけた聖夜は、ハーデスの魂から解放された瞬からアテナのコスモがジュデッカの奥へ消えていったということを聞く。アテナを追った先で二人を阻んだのは巨大な壁、冥界と神の楽園エリシオンとを隔て、神以外は通り抜けることができないという嘆きの壁だった。嘆きの壁を破壊する唯一の方法は太陽の光だが、冥界の最も奥深いこの場所に太陽の光が差し込むことなどありえない。無駄と知りつつも、釈迦が自らの命を投げ出して壁の破壊を試みようとしたその時、アテナのコスモを受けてよみがえったゴールドセイントたちが駆けつけたのだった。やめろ、シャカ。お前ほどの男が犬死になどせぬものじゃ。どうし。嘆きの壁は壊せる。ゴールドセイントの十二星座はすべて太陽が通る道筋、行動に位置しておる。つまり、十二のゴールドクロスには神話の時代からまさしく太陽の光をふんだんに浴びている。太陽の力を持つ我らゴールドセイントがコスモを最大限まで高め、命を一つにしてぶつければ必ずや嘆きの壁は壊せる。この光は。なぜここにサジタリアスのゴールドクロスが。サジタリアスだけじゃない、他のゴールドクロスも。死んだゴールドセイントたちの魂が冥界へ援軍に来てくれたのか。なんだゴールドクロスが共鳴しているぞ。この共鳴は他のゴールドクロス、このジェミニのクロスを呼んでいる。しかもこの共鳴の仕方は、よほど事態が差し迫っているに違いない。急がねば。カノン、残念だが行かせるわけにはいかん。そこをどけ、ラダマンティス。お前の相手をしている暇はない。ようやくお前と決着をつける。ファイト。
今や貴様を侮りはしまい、このラダマンティスに匹敵する力の持ち主として、カノン、我が輩を全力で叩き潰す。油断につけ入ることはできんが、俺はそう簡単にいかないようだ。悪いが勝負を急がせてもらうぞ、ラダマンティス。これで決着だと。冥界三巨頭をなめてもらっては困る。バカめ、全力でかかってこい。カノン、俺の後に安心心霊で挑んでくるお前に打ち勝つことだ。思ったより甘い男、ラダマンティス。ラダマンティス、私たちの戦いもこれで最後だ。やはり俺の勝利だ。それはどうか。グレイテッドポーション、これほどとは。ウィナー、いい加減で悟れ、お前の敗北を。天罰かもしれん。貴様、クロスを脱ぎ捨てるとは何のつもりだ。もはや私には不要のもの。さあ行け、ジェミニのクロスよ。他のゴールドクロスの元へ飛べ。あとは頼むぞサンゴ。私の役目は終わった。今度こそ心ゆくまで相手をしてやるぞ、ラダマンティス。クロスを脱いだ裸同然の体で俺に勝つつもりか。勝つつもりなどない。ただ死への道連れになってもらうだけよ。離せ。バカな、お前ほどの男が相打ちを狙うなど。正気か。私の役目は終わったと言ったはずだ。最強のゴールドの12人が揃った今、勝利は完璧なものとなった。このカノン、もはや過去の悪事を全て清算して何の憂いもない。やめろカノン。